さてさ、ショコラでございます。というわけでちょっと今日はもう目的地に着いてしまってるんですけど、今日はちょっと打ち合わせがありまして、ただいまより行っていきたいと思います。ちょっと打ち合わせの内容とかを話せてよければ話してみたいとは思うんですけど、ちょっと僕にはですね、事前準備が、知識の面でね、事前知識が必要だっていうところで、まあいっか、とりあえず行ってこようと思うんですけど、最初にちょっと忘れないうちに今日のスニーカーのコーナーです。今日はエアプレストのフライニット真っ白ウルトラホワイトだっけなってやつを履いてますね。春らしいっていうか、まあ全部真っ白なんで非常に春らしい色にはなってますけれども、フライニットっていうのはまあこのメンテナンスがめんどくさくてね、黒いフライニットだったらわりかしまだ掃除とかしやすいんですけど、白いやつってなかなかちょっとね、履いたその日にあの豚とか鹿とかのあの毛でブラッシングをしないとこびりついてしまいます。はい、というわけでちょっともう時間も時間なんで行ってきたいと思います。さあ、というわけで戻ってきました。日が出てきていますかね。ちょっと今日天気悪くなるっていう予報なんですけど、まだ大丈夫。というわけであれですね、あまり自分が得意としない分野の話っていうのは僕はやっぱりどうしても苦手で、今日の商談内容といいますか仕事の内容っていうのがね、とある旅行会社さんの、旅行会社じゃないのかな、まあ、仲介であるその会社さんが、旅行に関する、例えば予約をしたりだとか現地のおすすめ情報とか、そういったものを、そういう記事だったり、旅行のなんて言うんですか、豆知識だったりみたいなことをピックアップして記事にしてっていうアプリをリリースしたいと、そういうお話のもと、まあほぼコンサルに近いのかな、そういったちょっと仕事を今打ち合わせでしてきまして、ただ僕飛行機苦手だからあんまり乗り気じゃなくてね、話を聞いた上で、あのもうほとんど僕はディレクションに回って同僚とか部下に任せようかなって思ってるんですけど、行きたい場所はいっぱいありますよ、そりゃね。やっぱりプロレス好きとしては一度はメキシコに行ってね、メキシカンプロレス見たいっていう気持ちはありますし、ハワイだアメリカだっていうところのスニーカーショップとか洋服屋さんとか、それこそ本場のアメカジのお店とかね、あとは何ですか、日本で買うよりもさ、絵画とかすごい安いじゃないですかね、もう丸められててさ、それでなんかもう雑に売られていたりとか、なんだ下書きみたいな絵とかをね家に飾るっていうのもいいじゃないですかね。なんかそういうのをいろいろと考えながらも、僕はやっぱりでもその第一歩、日本から飛び立つための飛行機というものが怖い、これをどう改善していくか、やっぱり僕みたいな人っていっぱいいると思うんですよ。海外いろいろ行きたいけど飛行機が怖いっていうね。あの野球の解説者の江川さんもそうですよ。江川さんもキャンプ地とかいろんなところに取材行きたいけど飛行機が苦手だからって言って行かないわけですよ。そういう人っていうのはいっぱいいる中で、飛行機というもののね、その抵抗感っていうものをなくすべきなのか、いろいろと各社安いね、国内旅行でも飛行機を使った方が安いよなんて言ってますけれども、その安さに安全面は確保されてるんですかと、ちょっとそういう話で持ちきりましてね、結局話進まなかったよね。そもそもこの打ち合わせに僕を用意したのが間違ってるだからね。今日僕が話したのはまず飛行機会社が医療関係者にちゃんと推奨して認知されて認可された、睡眠薬っていうものをまず飛行機が苦手な人には渡すべきだということと、あとはボーズだったりソニーだったり何でもいいけど、あの飛行機が怖い人向けにノイズキャンセリング機能のついたヘッドホンを渡して、そうすればこうやって離陸する時のエンジンマックスのあのグオーンっていう音ね、あれがもう緊張感高まりますから、それをなくすためにノイズキャンセリングをつけて、映画でも何でもいいから見れるようにして、でずっともうその画面だけ見とく、車体が傾いてるとかいつ走り出すとか、まあ、細かい話をしちゃうと足に伝わるその振動でね、ああ今カットボートしてんなみたいなことは分かっちゃうんですけど、そういうものをね、いかに軽減できるかで、やっぱり僕みたいな人がね、そういう飛行機に乗って旅行を楽しめる、変な無駄なもの買ったりせずにね、そういうのをお金を貯めて半年後ハワイ行こう、半年後フランス行こうって思えるようにするのがね、旅行者を増やすための第一歩なんではないでしょうかって自信満々に言ったんですけど、みんなポカーンとしてたよね。そりゃそうだよね、そんな人旅行しないもんね。というわけで、今日はそんなお話でございました。会議全員含めて6、7人いましたけれども、僕抜いて6人だったから合計7人かな。誰も僕を共感してくれませんでしたけど、動画を見てくださってる中には僕と同じような方いらっしゃると思うので、今ここでちょっと
喋りました。以上です。ではショーコレでございました。また明日、バイバイ。